探究活動を進めるための理科の観察実験教材の効果的活用。京都教育大学理学科の教員グループで作成をしました。探究活動と一口に言っても、どのように進めていいかわからないといったことはありませんか？この動画では、探究活動の概説とポイントを説明し、エネルギー、粒子、生命、地球分野の具体的な観察、実験教材について紹介をします。本動画での該当学年は以下の通りです。各分野に関して、小学校3年生から小学校6年生まで、どの資質能力を育成するのかに当てはまるところを丸で示してあります。右側の中学校以上に関しては、教材の内容がどの単元に当てはまるかということを示しています。4つの各分野における観察・実験動画をダイジェストで見ていきましょう。まずはエネルギー分野です。エネルギー分野では、振り子の長さによる周期の違いについて実験を行います。振り子の長さが異なると周期が変わることが動画を重ねることによって視覚的にわかります。探究活動の題材として留意する点に関しては本編をご覧ください。粒子分野です。粒子分野では大きく2つ、理論と有機化学の内容に分けられています。理論では雲の発生について解説をします。5秒ほど煙を入れます。蓋をしてペットボトルを強く押します。しばらく押して手を離します。このようにペットボトルの中に雲ができます。有機化学では染色を紹介しました。布は、左から綿、羊毛、絹、ナイロン、ポリエステルになっています。色素および繊維によって違いが見られました。よく染色されたのは羊毛で、すべての色で染色されました。面白いことに、緑の着色料を用いると羊毛では緑、絹では青に染まります。絹の結果を見ますと、青ではよく染色されますが、黄色ではほとんど染色されないため、緑の着色料で青くなったことがわかります。生命分野です。生命分野では昆虫の体の作り、頭、胸、腹、プラスアルファについての題材を取り上げています。このように胴体の特徴についてクラス内で共有されましたら、一旦観察を切り上げまして、事業者がこの丸2番の有刺体節、それから丸4番の腹部がそれぞれ頭、胸、腹のいずれに当たるかということを発問してあげると良いかと思います。そう聞かれた学習者は、おそらく胸や腹についての奇襲事項を使って、丸2番は胸で、丸4番は腹であるというふうに解釈すると思われます。もしかすると、丸3番がそこから外れることに気がついて、体の作りと実際のアリの構造の間の相互に気づいてくれるかもしれません。地球分野です。地球分野では、実際の京都市内に見られる液層の露頭を観察し、そこから時間的、空間的に見出せる内容について解説をしています。で、礫が集合しているから、まあ、こいつを礫層というふうにね、言いますね。で、こういう歴層を見たときに、皆さんは、何を観察しますか？まず、この歴層を目にしたときに、例えば素朴にですね、疑問を5つでいいので、挙げていただきたいんですね。そういうものがですね、
かなり重要な発見につながることがありますので、その5つの疑問というものを皆さんちょっとノートに書いてみてください。何でもいいです。どんなことでもいいです。京都教育大学連合教職大学院で一緒に学びませんか。2つの K、4つのコースからあなたに合った学び方を。夜間の授業も多いので働きながらでも大丈夫。意欲を持つ仲間と共に成長しましょう。